はい。早くや。え？早くや。もううせや。はい、うせ。お腹すいた。お前うせや。誰に言って視聴者？よし、じゃあ行ってみようか。じゃあ。すいません。店の名前何？ボルティックダイナー。ギャルっぽい名前じゃん。どういう意味なんですか、ボルティックダイナー。私、あの親会社というか、元が電気屋さんで、と、造語なんですけど、ボルトと、うん、あ、ボルト、ボルト、あの、1ボルト、2ボルトか。そうです、そうです。電源も入れて。電源。俺の電源も入れてほしいわ。食べたら入るから、ね、食べたら入る。じゃあ無事でもそう。じゃあ俺あの Google マップで見たらデラグマそうだった。まだ何する？チーズハンバーガー。俺これ一番すぐやってるから映えないぞ。これじゃない？もっと映えるのありますよ。俺じゃあグランドキャンプで。ありがとうございます。僕もいいですか？お前じゃあ違うやつにしろよ。あ、じゃあ僕スペシャルで。お前グランドにしろよ。まあ、これ見てみましょうか。ちょっと俺あんまり見えないかもしれない。お、迷惑かけよ。俺はスペシャルぐらい。年だからボリュームあるよね。まあ、これ上だったらいけるかな。全員セットで。うん、アイスコーヒーで。うまいアイスコーヒー。ブラック。俺とかコーラだな。やっぱハンバーガーはコーラ。でポテトも作るんだ。へえー、すごい。やらかいじゃん、これ。外からだとかっこいいな。はい。おー、すごいね。なんかチーズバーガーでもちょっとボリューミーだよ。ボリューミーだな、これ。まんまいかついな。とてもいい。スペシャルバーガー。スペシャル、あ、スペシャルバーガーだね。はい、おー、すごい。いかついな。でもこれ映画に出てくるみたいなやつじゃん。なんかな。ね。これいかついな。え？やべえよ、次のやつ。次のやつマジだけど。すごい。めちゃくちゃすごい。これがついな。よく立つね。グランドキャニオン。これはグランドキャニオン。やべえじゃん。どうやって食べるの？どうやって食べるの？そのまま行く方もいらっしゃれば、分解して分解して食べる方もいらっしゃれば切ってる。やついじゃん。食べられる。すごいねこれ。これでいくら？これいくらだった？どうやって食べるのこれ？紙に包んで。紙に入れていただくと食べやすいかと。そういうこと？こうやって食べるんだ。これ食べるのか。食べれるわけなくない。やめなよ、汚い。うわ、これはちょっと食べれへんわ、これはきついな。これはすごい。どっち向き、こう向きか、こう向きか。どう食ってけよ、この口は。まあ、好きなように。好きなように。自分で考えるって。うわー、いくよ。さあ、はい。いただきまーす。あ、あんまいける。いける？うん。中に何が入ってんの？ハンバーグ、ベーコン、卵、ハンバーグ、レタス、トマト、チーズ。すごい。うん。うん。すごい。もう OK。食欲こんなくるかな。そう。うん。うまい。いっぱいつけてしかもね。こっちこんなもん。アイスコーヒーの立てで結構人気。ありがとうございます。あ、何が？アイスコーヒーが？コーヒーが引き立てで。あ、そうなの。それ最初に言ってくれんと。それ最初に言ってくれんと。これ困るんですけど。すげえなそれ。どうやって入れる？だって横に入れんと食べ、うん、それはもうフォークとナイフで食べた方がいいんじゃない？いやーこれもね、好きなやつから食べるみたいなやつでいいんじゃない？すごい。それ口でいけんだろう。いける？いけます。さすがにいけんだろう。お返しするしかないし。やーべ。あーでもそうやって食べればいいかもしれない。パンおかわりとか。お前ついちゃってるやん。やばいろお前。滑ってきました。いただきます。どうぞ。ちょっとずつ食べるな。はい。あ、それいいな。うそうそ。普通にうまいよな。はい。普通のマークとかより全然うまいよな。ほら、ちゃんと比べ物にするなって。ほんと手作りの味だよ。な、全然ハンバーガーが概念が違うな。いつからやってんすか？
もう最近だ。もうこんなうちコロナの時期にやったね。食べれちゃう、考え。まあ、考えつれるわ。味飽きないですね。ビッグマックとかって同じ味がなんて続いていますけど、味が飽きない。お土産でも買ってたか。これ何お持ち帰りもできるんですか。あ、できるんだ。今ではできるんだ。いや、食べるかなってこと。これがね、本当マジで。いや、こういうの可愛いじゃん。普通にアメリカっぽいよな。あ、こいつ誰かなんだ。あいつはカメさんみたいなやつ。え、アベンジャーズみんなお前見たことない。嘘、うん、お前見ろや、うん、YouTube やっとんだったら、うん、うん、勉強しながら、こういうの、こういうのが流行りなんだなみたいな。これはずっと流行りだ。分かってない。さあ、じゃあ食事も終わって、ごちそうさまです。ごちそうです。何か言い残すことはないですか。何か言い残すことはないですか。グランドキャリア楽しみか。でもいいね。あ、で平日はやって夜はやってないですか。まあ、そうですね、今のところは。うん、でかくはいいですね。これはもう先に見たい。あ、でも今、結構こんなに美味しいの。結構そうだね。僕の力で。僕の力で何とかします。お願いします。頑張ってください。頑張ってください。でもいいと思うよ。めっちゃ美味しかったです。美味しかった。これおしゃれじゃん。まあ、こういうとこね。女の子で来ても楽しいしね。あ、そうです。結構女性の方。インスタ映えとかで来る方が、ね、インスタ映えとか、ここで本当にインスタ映えだよね。あの、ぜひ、あの、俺ちょっとドラ上手に撮ったよな、これ、マジで。うん、載せよ、インスタに。うん、インスタ載せても自分のインスタの。たまには投稿した方がいいんじゃない。この店のインスタでもあるんですか。はい、あ、あります。あの、まだ更新してないですけど。そう、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。あの、会社に行ってくださいよ。臨海道場ですごい有名な人が来たよ。そうなんですよね。ごちそうさまです。ボルティックドライブ、ボルティックなんだっけ、ボルティックディナーだ、ディナーだ、ボルティックディナーさんで本日急遽撮影しましたけど、はい、まあ、もうおしゃれなんですよ。本当ぜひ来てください。めっちゃ反射して電気屋さんだから、 ボルトの なんか造語って言ったな、1ボルト、2ボルト、100ボルトだよな、ボルトとなんかをかけてボルティックなんちゃらって言ったかな。ぜひまだ皆さん利用してください。よろしくお願いします。また見てね。また見てね。